九人の乙女の像九人の乙女の像は、北海道稚内市の稚内公園内にある、1945年8月20日に、カラフトモーカ軍モーカ町のモーカ郵便局で自決した九人の電話交換手の慰霊碑である。1945年8月20日、カラフトモーカへのソ連軍進行に際し、モーカ郵便電信局にて、連絡業務のため残留していた。 電話交換手の女性12人のうちの9人が生産りなどを持ち実決した。戦後、彼女らを英霊として検証しようとの機運が関係者、遺族の間に起こり、地元のカラフト関係者と遺族の手によって、氷雪の門と9人の乙女の像が混流され、共に1963年8月20日に除幕された。9人の乙女の像は高さ1.8メートル、 幅2.24メートル、上り別石で三つ折りの屏風,風に作られ、右側に、本郷神が制作した、交換手姿の乙女の像道版レリーフをはめ込み、中央に、当時の北海道知事、町村金吾の筆で、乙女たちの別れの言葉が、また、左側には九人の名前と碑文が刻まれている。なお、9名は、公務順職として百七十三年三月十一日付で、 君八動法官賞を、受君、靖国神社にも合詞されている。慰霊碑の中央には、乙女たちの別れの言葉、皆さんこれが最後です、さようなら、さようならと刻まれている。ただし、同じくカラフ太にあった泊り居郵便局の局長は、交換台にも弾丸が飛んできた。猛道にもなりません。局長さん、皆さん、さようなら。長くお世話になりました。お達者で。 さようならだったと、碑文とは異なる証言を残している。また、当初、慰霊碑左側の碑文には、自決は、軍の命令で、全員が自決したように書かれていた。しかし実際には、軍命令はなく、生存者もいたので、碑文の記述は事実とは異なっていた。その後、公務殉職として叙勲しようとの機運が起こると、碑文は書き直され、死亡は殉職であるとされた。 気文では生存者については触れられていない。九人の乙女の像の傍らにある昭和天皇皇順皇后の和歌の石踏み。ありがとうございます。